まあ、今やっても強いですからね、やっぱ強いっすよ。すごいなと思いますよ。あの2006年に、ね、今のスペシェさん いるわけだから、それは強いだろうって感じなんですけど、ケンゾーと僕で組みたいんですけど、まあ、一番組みたいと言っても過言ではないですけど、そしたらケンゾー言うんですか、大丈夫。やっぱね、いつかなんか幻想と大きな出会い、今月、まあ、オロナさんが遊びに来てくれたじゃないですか。あ、そうだね。で、来月コープンが来るということで、コープンさん、はい、コープンさん来るということで、イブキ使いの、はい、で、しかも前回ね、オロナさんは木曜日の配信も金曜日の第2戦もももしの剣に負けたのかな。あ、剣の大会、うん、うん、ああ、そういうことか。お会いさんには勝ったんだ。お会いさんと当たったんですか。お会いさんと当たったんだ。それ、うん、超ラッキーじゃないですか。なんか多分勝てるようなところ。マイクの件は弟子剣リスペクト緑剣ですからね。あ、完全にリスペクトだ。まあだからね、大阪彦根杯っていうのも、まあ一つ注目なんですけども、まあ、九州大会もね、結構不定期なんで、九州にも行きたいんですけど。九州いいね。九州はね、特に行きたいですね。まあ、僕はもう今年行ってるんですけども。想像してたから。まあでもまあね、北九州は最高ですよ、本当に。小倉はね、本当に、なんですか、OE でありますけど、プロトーナメントシステムっていうんですか、60秒の。ダビリイルミネーションみたいな感じで、あれすごい面白いなと思うんだよね。あと指名制っていうのもやっぱすごい面白いなと思いますよね。あ、まあ、ちなみにマヨンさんから指名されたら僕は拒否しますね。これいじめですよ。やべえな。最終ラウンド、ダッシュコパコアをガードさせてもう一回走る、そういう役だったんですが、タグラップしているけどだ。遠距離からのヤギを発露、立ち上げ抜けたが、これ EX が出なかったか。投げすか、これ投げてヤギを出ます。またこれは遠距離で発動していく。これは当たっている。中盤からコンボが繋がって、さあ今のは2択をかけようとしたところにカラシャンプル上げ裏の選択と思っていたが、うわマジか、ダッシュに合わせていく。ヤギだな、これは削りになっている。イタコがかけない、かけていったところにむしろ TM が体育コパで潰していった。一緒じゃないけど、ここはかけ始めの連続切れて突進、突進くぐっていね。いやこれがあるからね、突進をくぐられてしまう。おっと、しっかりここは警戒の前ブロ入っていた。いやぁ使って、
win. この件は、いちくんですね。天下はあれだよ、フリップホールだよ、一番いいやつだよ。真剣多分疲れてるだけだと思う。いやー、その3人だろ、佐野ヒューゴ、YSB ヒューゴ、マティヒューゴ、いけるよ。俺は後ろで応援するから、3人頑張ってくれれば。さすがに、あ、らしくないな。おーい、ジャクだね。行く、うめえな。おパンで相打ち取るんだよ、あ、ソニックにさ。それは別に飛び道具全キャラそうだけど、終わった。まあ、聖地だから分かるか。まあ、そうです。さっきレミ戦、ヒューゴ戦前レミだから、現実スムーンさん、あ、聖中か、聖中か、聖中あれやと思いますよ。ひよった最大。あ、なんか大西さんは風邪ひいたみたいで、まあ、ちょっと来れないっぽいんで、まあね、あとで、まあ、ちょっと最近僕もの試合をね、ちょっとやんなきゃいけないんで、マイクがまた TM クロのあたりにね、変えられればなと思ってます。まあ、あんまり野球を1回から9回全部見るっていうのはなかなかないんですけど、今年の日本シリーズは多分過去10年で一番面白い日本シリーズなんじゃないかと思うんで、まあ、今日も2回か3回分ぐらい見ました。ザビさんを応援します、チーム。いや、マヨされずもん、あ、マヨさんがあの、まあ、ツイッターをあのフォローしてくれたんで、まあ、基本的にあの知り合いはフォローするようにしてるんで、まあ、あのマヨさんをフォローしてますよって言って、俺は大変をフォローしてないことに今日気づいたんですけども、まあ、あのなぜか俺はフォローボタンをまだ押さないですで、ね、9割サードできる人間なんで、まあ、そういう時あの気軽に声をかけてください。あとね、なんかあ、富永来ましたね。富永が来てこれでちょっとね、もう一回見させてもらう、ね、言うだけ。クニドネックス、TM 大平、バイン GX、ザビ、陽平、竹本、ニート、バナオ、ツル、フル、カエル、リョウチン、フンドシ、BBK、BBK の嫁、BBK の息子、ミミック、サボテン、フク、タナ、カズヤ、ブー、アツシ、トクラ、コロ、クロダ、富永、森川。はい。これカナさん、俺じゃんけんしないといけない。じゃあじゃんけんしますか。最初はグーじゃんけんぽい。しんちゃんいるよ。最初はグーじゃんけんぽい。初級で初めて勝った。マジ。ここでそろそろアレック欲しいっすね。アレックが5人ぐらいいるでしょ。そんないる。アレックドネックス、カズヤ、花カズヤ、ブー、終わりか。あー、じゃあゾネさんだな。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。ね、負けた。ね、いや、俺福さん取りてんだけど、さすがにまだ早いかな。あ、マーマーさん取られた。取ってある。シンちゃんも取ってある。シンちゃん取られて、あー、じゃあ
じゃあチュンリーワンチャンチュンリーGo for it!Thank you.
DX 昇竜が決まる。足も足を取って第3 EX 速度灼熱戦灼熱返し中足竜巻決まってめくり竜巻を食らっているからだ。EX は出なかったのか。大2丸ディープに対してダイバー打ち返しから押されて中足炸裂ガビアジマグ強いぞ。ダゲスタイに中間竜巻新勝竜拳お医者竜巻でピオレさあカズヤのゲージは2マス近い中間竜巻が入れ込んであるぞ。ネジフォーカス当たりでこれはまあまあ美味しかったのか。中間でのネジ中間竜巻4ヒット決まってで黒田を取った太郎が素晴らしかった。そんな感じですかね。あ、そうだ、明日の金曜日は第2戦やりませんよ。皆さん気をつけてくださいね。第2戦やりません。一番エンプでした。やばいねそれ。落とす方も大概です。落とす方も大概、落ちる方も大概です。たい平さん、たい平さんがいませんね。ということでみんな攻撃前なんで練習しなきゃいけないんで、黒田を6、あ、たい平さん、あのたい平さんのトークショーが30分ほど、あの皆さん待ってますね。たい平、はい、頑張ってください。どうも大変です。あ、メンター、メンター、あ、そうです、チームなんとかなりそうです。さっき裏工作をしました、はい、裏工作じゃないですけど、みんなに金配ってましたよ。そういうこと言うの。そうなんだ。無事当日予選は出れそうです。メンツを決めてみたいですね、はい。いやいや全然ですよ、ありがとうございます。いやでもあの、はい、正直まあ俺も在戦2年ぐらいだけど、はい、行き始めて2年ぐらいだけど、彗星のごとく現れた感じだからね。いや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 、僕もでも、まあ、その通りだと思う。僕も本当は去年行こうと思ってたんだけど、あの仕事で行けなくて、ゲームショップにチケットまで買ったけど友達に売っ払うっていう悲しいことをしてしまいました。見たい。北斗は見たい。北斗見たい。見たい。あのこないだ TRF で予選をやったらしいですが、そうそうたるメンツが揃ったので。すごい。だからその TRF で確か妖精さんが抜けたのかな。おお。そうそうそう。今まで確かオロで優勝、オロがいるチームが優勝したのはいないのかな。あ、もしかしてあの初になるの可能性もあるんですね。
あ、そうなんだ。ガンジオにもオロツカイの人は行ってないんだ。あれ、タムちゃんとかいなかったっけ。経験のオロツカイって言ったら、ダーティーとかタナトスとか、あとタマちゃんとか、あとヒロちゃんとか、その辺でしょう。でもなあ、俺は予想は、攻撃は全く予想つかないですね。まあ逆に何にも予想、何にも考えずに決勝を見ようというつもりでいますけども。あ、オロノが1本、さあ発動。すげえな今の。さあたまらずヌクさんが登場。さあ、一家の本番でも十分見られるこのカード。さあその前哨戦、ダーティーやタマちゃん歴代の名オロツカイと対戦は数多くやってるプレイヤー、そのプレイヤーにして、この、黒田オロどう対応するのか。さあこのコンボきつい。さあしゃがんじゃダメ。いや、そんなことないですよ。そうね、ホブぐらい。はい。なるほど。なんと。ちょっとね、今日東西線、東西線の無鉄道でそろそろ。うん。あと10分、11時で終了。本日ちょっと諸事情により配信が。使用で使わせていただいております。芸人審査いらっしゃいましたら、バーサス阪神からの業務連絡みたいな、業務連絡、業務連絡、芸人審査いらっしゃいましたら、芸人審チャットまで書き込みお願いします。はい、元気元気。祝勝会今週末にする。祝勝会今週末ですか。大丈夫か。じゃあ厳密に。あ、じゃあ俺も行く。
Yeah.
Engage. Engage.の高い M ダッシュ KOF2020 UM では準優勝メリー受験中大フェニックス差し上げ中足陣大ゴール打っていく体力はまだ最後まで削れていないがいい上げ間を使っていくリブ当たって空中コンボしっかり決めてサイドに上げ間は EX 道にヒットしてスタンしている。これがクママゲージが前に決まる。どうするか、ヒッター下がってガリパンからのバッキンカッパー体形絶対見せてしまう。踏みつけからのヤギョダマ裏回ってに寄り切どうする。 EX に一輪からダマを使っていく。あっとヒットしてしまった。広角から突進突進 TM 乗ってきたが ベースの重低音が聞こえてきた。この中でベースの重低音 TM は心の中でギターを弾いている。いやベースを弾いている。ここは外れ取れなかった。開いて画面端、これは黒田取り返そうとしている。取りね、投げて2を使っても強い黒田。さあどっちが勝つ。凄まじい対決になってきた。ふわし中足、このピエロの画面端、梅原のガイルを思い出す。ダッシュはもう通さない。黒田が見えてきてるぞ。追い詰めて逃げるピエロ、今度は画面端に追いやられて3コンボでピエロがまだ死なないが、これはかなり絶望状況。1対1です。おっとおっと、うわ逃がさないね。わさあ黒田が強い。ちょっとなんだけど、あれ多分、はい、サグラダファミリアね。え、さぐぐぐぐぐ、え、サグラダファミリアじゃないの。確かあれグって点々入ってたと思うんだ。サグラダファミリア。それでもし間違ってたら、さすがと言ってもらえれば。マジか。うわーピヨってる。サグラダ。オッケーオッケー、合ってたらしい。合ってる。さあゲージを貯めたい。前中継ガスミスだけ中盤発動。やべえ、黒田ならやってくれるか。中足さあフロー逆算ならないのか。大将の意地を見せたい。チラシ投げグラップ壊し EX 走路止めて、さあ体力勝っているのは黒田だが投げる。これは黒田ペース。中段これをさせに投げしけ出さして踏み踏み中盤発動。これは減るぞ。日輪中盤踏んで踏んで昇竜打ってどうする。うわっ決して出るからこれが出るか。あ、はい、出ました。はい、はい、発見さえバナオさんが、あ、バナオさんがありがたいコメントいただきましたが、バナオさんから、はい、発見さえ振らなければいいと、準備は発見さえ振らなければいいんだと。
え、どういうこと？ありがたいお言葉いただきました。ハッケー振ったらダメ、ハッケーを振ったらいけないカードらしいです。マジか。富永さん、やはりあの10年間富永さんのゲームやってらっしゃると思うんですけども、はい、やはりあの間違った知識をどこかで仕入れてしまう、そういったことも10年間やっておられると、やはりそういったこともあるんでしょうか。あのね、さっきね、太平が教えてくれたんだ。太平が教えてくれた。絶対嘘ですね。太平にこの罪をなすりつけようとしております。太平、あいつ嘘してるわね。あいつ、これは黒だ。行くのか。行った。黒だ。スタンさせて富永ジュースが飲めない。8月2日ジュースが飲めないと、はい、黒田エレナです。黒田エレナ来ましたよ。初めて見ました。どんな動きをするんでしょう。全く分からないです。さあ、スライディングとラウンドアーチの嵐、見たことがないです。さあ、ガンガン押してって、あー、ま、大きいブレイブダンスが来る。さあ、ここはこの姿勢でとがめてプロってグラップもきちん。さあ、スライディング、スライディングするんだ。ハッキーにスライディング投げてダッシュ昇竜。あー、ブレイブー勝ったのはつ。さあ、大将はコメリチェ。これ同キャラですが、紫の方コメイチェ、緑の方が黒田です。さあ、おしゃれ。ちょっと天地紅葉が出ない。バケン郊外サークルをフッティングして、さあ、梅原動画本部さあ、先行戦勝った。Strike now!
prepare to strike now. Strike.